じゃあなんかダイエット中でもがっつり食べられてカロリーの低いものとかありますかね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。ということで今回はぽっちゃりさんとダイエットに励むローズメイ村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500バレでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。それじゃあローズメイ村に出発。はい、ローズメイ村に到着。ちなみにローズメイ村は見ての通り秋の村らしいです。夢の世界へようこそ。あなたは今ローズメイという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のローズメイの世界をご堪能を遊ばせ。え、なんかめっちゃいっぱいある。これは何通りなんだ。とりあえずあ、すごい、ジャージとか青スパッツとかや。なるほど。ということは、じゃあちょっとこっちを、どっちがいいかな。スポーツシューズで行こう。じゃあこっちのセットを身につけて私は行きたいと思います。まあね、ぽっちゃりさんとダイエットに励む村だからね。こういうスポーツ系の格好を。じゃーん、こんな感じで。いいね、いいね。なんか新鮮やね。こう、朝とかね。こう。ジョギング、ジョギング。よき。あ、じゃあ早速、一軒目がすぐそこにあるね。はい、一軒目の家は、どこから入ればよろしい？よいしょ。はい、一軒目。ここの家の人は、中かな？じゃあちょっとお邪魔します。あ、どうもどうも。エイタさん、ナタリー大好き。ナタリーは、あれか、鹿の女の子か。え、鹿？鹿かな、ナタリー。ヤギ？ちょっと、ん？ヤギか？私、いまいちあの辺がちょっとよくわからんくって。え、ここは、バーかな？へえ、もう全然太りそうですけど大丈夫か？あ、いいね、チーズチーズ。パンに乗せて食べたい。もう早速食べることばっかり。ダメだ、誘惑が。さあ、そしてこっち側は、こっちは部屋かな？あ、シャワールームあるよ、ここに。キュキュッ。よきよきよき。ん？何が落ちてんの、これ。ハンカチ落ちてるよ、誰か。誰かこれ、ちゃんとしておかないと、せっかく洗濯したのに。洗濯するときに落としたんかもしれんけどね。まだ回せてないかもしれんけど。これだらしないな。ソファーにいろいろと置いちゃって。そしてその上に座る私。ほら、時計もずれてるよ。何をやってるんだ、何を。はい、そして。あ、通して、通して、通して。ちょ、とりあえず2階から行ってみようか。お、2階は、ジャングルだな。めっちゃジャングルだな。あ、こういうところで、まあ、こう、自然の食材？自給自足みたいな感じかな。自分で育てて、それを取って食べる。いいね。健康的だね。健康的でよき。こういう自然の中でも音楽は忘れないっていうことかな。いいね、いいね。はい、そして地下へ。お、あ、地下は、なるほど、駐車スペース。え、でもこういうところでもほら、こういう設計図とか書きつつ、作業の合間にモーニングやん、モーニング。
作業の合間に今サラダとねパン、トーストトースト食べてみたいな感じですか。なるほど、なんか結構優雅な感じやね。あー待って、右側に行けてない、まだ右側行けるようになってた。はい戻りまーす。よし、それじゃあ右側へ。お、右側は美容室みたいな感じか。ここは何してるの？トイレだった。ごめんね、覗いちゃったわ。用を足してるところだったみたい。失礼しました。はい、そして2軒目もすぐ近くにあったよね。さあ2軒目はあっち側に。結構なんか全ての家が村の四隅にある感じなんやね。全て離れたところに。でもそういう移動時間も、まあ、ちょっとした運動ということで。はい2軒目、お同じ同じ格好してる。ほらほらほら、どうも。はるさん、あと3キロ一緒に頑張ろう。おお頑張ろう頑張ろう。それはあと3キロ走るってこと？ 3 キロ減らすってこと？まあでも多分3キロ走るっていうことよね。あ、中はお花屋さん？あ、左側はこれ手芸屋さんかなんかかな。いいねいいね。そういうお店全然行かんのやけどさ。でも見るのは楽しい。見るのは楽しいよ。買わないけど。はい、左側はこんな感じ。あ、なるほど。これ、編み物だとか、いろいろやってるってことか。ってことは、これも、手作りですか。いいね。すごいね。出来がよろしい。私からすれば、どれも出来がいいんだけどね。そしてこっち側にはまあ服だとか。あ、これかわいい。この壁にかかってる服。いいね。はい、そして、右側の部屋へ。あ、右側はカフェだね。あ、どうも。じゃあなんかダイエット中でも、がっつり食べられて、カロリーの低いものとかありますかね。そんなものはない。走れって言われそうな。何してんの？マスターたちなんかみんな窓の外眺めてんだけど。何事？はい、そして2階の部屋へ。ん？何？何があったの？どうした？え、突然の。突然のミステリー集が半端ないんだけど。何、誰を呪ってるの君たち。え、そして、何があったの、何の事件が起き、え、テンガロンハットをかぶっているんだと思ったら魔女だったよ。近寄ってはいけない人たちだったか。はい、そして地下へ。お、地下には小人が。こっちはこっちで急にファンタジーな感じやね。ファンシー。いや、やっぱりうがい系の埴輪めっちゃ可愛い。ね、よきよき。もうなんかさっきの2階でのミステリー集が一気にここで払拭される感じだわ。小人が出迎えてくれるし。さあ、それじゃあ3軒目の家に向かいましょうか。ああ、どうも。お見かけしない方ですけど、よそからいらしたんですか？ここはエビみたいに素敵な村ですよ。楽しんでいってくださいね。ね。ね。かわいい。アリエッティ。やっぱあれか。住人さんも、やっぱりぽっちゃり系が多いっていうことなんやろうね。すごいな、なんかこの辺めっちゃ水やん。めっちゃ水やん、これ。すげえ。ということは、
こっちはダメということだね。こっちから行こう。橋、こっちの方に橋がかかってるから、そこから渡ってこいと。はい、渡ります。あ、ほらほらほら。で、ここからなんかこういう風に、あー、いいねいいね。なんかめっちゃいいね雰囲気が。はい、3軒目の家ここだね。お、テント生活ですか。どうも。E さん、くねくねして目が回るだろ。そんなことはないよ、別に全然大丈夫。ちょっと抜いてくれたらお邪魔します。え、何？ほ、この部分しか動けないわけね。何かしら化石発掘とかをしてる方ですか。化石発掘とか、トーテンポールもあるけどそういう感じの人？考古学者さんかな。パッと見そんな風に見えんかったけどね。さあ、そしてなんか普通に寝泊まりしよる人かと思ったけど違ったっぽいね。仕事関係で来た人かな。はい、そして最後の4軒目の家が、あ、おっきい。ケイタさん、肥満外来やってます。あ、病院、なるほどね。あ、すごい、なんか病院っぽい感じやね。建物白くて清潔な感じ。え、病院、ジムジムじゃね。そういうことか。うおー、なるほどなるほど。ぽよんぽよん、こうやってるのが楽しい。そしてね、ここもいろいろと使って、これも使って、で、多分後ろのここで、まあ、データを取ったりとかね。この人はこれをやることによって何キロ痩せましたよーみたいなそういう感じ。ジムとか行ったことないけんな。男の男友達がなんかジム行ってなんか足が棒みたいになったみたいなこと言ったけどお、そして左側はここで、え、これもしかしてシュートを何回決めたら肉をあげるよみたいな。結局太らねえそれいいんかな。一応このご褒美の時しか食べんとかやったらいいんかな。カロリーめちゃくちゃ高そうやけどねでもあの肉にむしゃっとかぶりついていきたい。はい、奥の部屋へ。奥は、あ、なるほど、マッサージだ、マッサージ、いいね。お風呂もちゃんと用意されてるし、で、ここで、ま、エステかな、送信エステとかやと思うあれ痩せるやつやったことないけど、どういう仕組みで痩せるんやろ。やっぱこう、何、撫でたりとかする摩擦によってなんか削り取られていくの、肉が。仕組みがよくわからない。なんか多分熱とかで消費されていくってことやろ。はい、そして右側の部屋へ。お、え、右側は、あ、でもまあお茶を楽しみながら果物を食べるっていう、まあ、健康的な食事ではあるか。別にそんなにカロリーがどうとかいうことはない。ちょっと糖分はあれかもしれんけど、え、糖分ってことは結局、まあまあまあ大丈夫か。はい、そして2階へ。あ、2階が病院になってる。ここでまあなんかあの、病気で太った人とかは、こっちに回されるんかな。ジムとかそういうことじゃなくって。健康体やけど、ただただ肥満になってしまったみたいな人は、ジムとかそういう運動をして痩せるけど、病気で太ってしまう人とかもやっぱりおるけん、そういう人はここでお薬を出してもらったりとか、そういう感じになるんだろうね。肥満外来とかあるん？聞いたことないんやけど。
こうやってね、太ってしまった人だとか、痩せたいっていう人は、この村に来て、住人さんたちと一緒に、ね。ね。でもドレミちゃんという全然太ってないアイドル的な子がおるやないか。まあ、ああいう子を目標にして頑張ろうということかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。この村でみんなで一緒にダイエットに励もう。